生ける地上の人々、聞こえてますか？天界に住まう天使からの大切なお知らせです。皆さん、耳の穴かっぽじって南南西へと向けてください。びっくり、天界って南南西の方角にあるみたい。走って行けるところかな。それはどうなのかしら、乾さん。それで天使さんからの大切なお知らせっていうのは一体何かしら。このゲームをプレイするにあたっての注意事項じゃないですかね。ええ、そうね。まずはこのゲームに登場する人物名、団体名、地名、その他すべては架空のもので実在しません。そして本作の登場人物はみんな18歳以上です。きちんとご理解くださいね。あれ、おかしいですね。私が喋る予定のセリフが全部取られちゃいました。琴姫、お前が教え子の見せ場を取ってどうする。便乗したクルルもちゃっかりしてるな。ある意味エイル君らしい役回りだと思うけどね。よくわからないけど、やること終わったみたいだし。それでは、俺のキューピッドがポンコツすぎて怖い、スタートだよ。うわー、最後のセリフまで取らないでくださいよ。俺のキューピッドがポンコツすぎて怖い。ではでは、ゲームスタートです。どこかにどこかにいないかな。恋をしたい人いないかな。またのご来店をお待ちしています。さっきのお客さん、すっごい幸せそうだったね。すごい春っぽかったよ。青春だね。おい、二人とも、勤務中に無駄口を叩くな。お、ごめんなさい店長。とはいえ、今日はもう上がりの時間だ。ギリギリセーフってところだな。え、もうそんな時間？お先に失礼します。お疲れ、明日もよろしくな。はい、お疲れ様でした。クルルちゃん、またねー。でもって、二人もお疲れ様だ。明日もよろしくな。それじゃあつむぐ、帰ろっか。ねえ、今恋してる？それもあるけどさ、新学期が始まったばっかりなのに、学園ではかなりカップルできてるじゃん。春ってそんな季節なのかなって思って。今のところはないかな。
えて言うなら、僕は僕が大好きかな。世界で一番僕が可愛いと思うし。なんだよその反応、突っ込んでくれないと寂しいじゃん。絶対絶対嘘だ。それで紡ぐはどうなのさ。恋してる相手いたりするの？ああ、南かりんちゃんはなしでね。で、どうなの？クラスに誰かいたりする？例えば、そうだな、峰越先生とか。若くておっぱい大きいし、可愛いし、紡ぐの好みぴったしって感じかなって。僕はそうでもないってば。峰越先生は生徒に人気あるし、つむぐがそんな目で見てもおかしくないのかなって。ちなみに彼氏もいないらしいよ。前に話してるの聞いたんだ。じゃないっていうなら、いすずちゃんとか？おやおや、何かなその反応。訳ありって感じだけど。それはもちろん知ってるけどさ。まあいいや、僕が口を出すことじゃないし。でもって他といえば、なんだよそれ。つむぐ恋愛に興味なしとか？僕よりはできるんじゃない？それじゃ明日学園で。
とどうして持って帰らないんですか。それは聞いて驚いてください。あ、ちょっとこれ持っていてくださいね。私は恋天使ラブミュール。あなたに恋と素晴らしい未来をお届けに参りました。アニメじゃないです、現実です。それにコスプレでもありません。私がしている話は正真正銘、すべてが本当のことなんです。信じていないという顔をしていますね。でもいいでしょう、すぐに信じることになります。まずはそれ、あなたが持っているラブノート、それは恋天使の秘密道具なんです。それを使えば絶対に。何してるんですか。許すも何もありませんよ。このノートはすでにあなたの所有物なんですから。私が見えてるのがその証拠です。ラブノートの所有者にしか今の姿の私は見えないのですから。あ、ちょうどいいところに人が来ました。ノートを持っていてください。私が持っているとノートが宙に浮いてるように見えちゃうんです。なのでしばらくあなたが持っていてください。あの人何一人でブツブツ言ってるんだろう。ねえ見て、ノートと喋ってるみたいだよ。何それ怖っ、早く行こう。どうですか、信じてもらえましたか。私は夜のトレーニング中なんだけど、つむちゃんは？そっか、ちゃんとバイトしてるんだね。
つむちゃんがマソラちゃんに誘われてバイト始めたって聞いた時は大丈夫かなって思ったんだけど、それなら幼なじみとしても安心安心。え？相変わらずって何が？うん、今年こそは夏の大会で一番取りたいし、部活が終わった後もトレーニングしてるんだ。だからね、本当はつむちゃんとこのまま一緒に帰りたいところだけど、あと少しノルマがあるから私もうちょっと走ってくるね。うん、頑張る。それじゃあおやすみ。また明日学園でね。もちろん。とてもいい雰囲気だったと思いまして、今のこといい、さっきのこといい、モテモテじゃないですか。ノートを拾う前に一緒にいたあの可愛い子ですよ。私空からちょっと見ていたんです。ほほーん、マソラさんって言うんですね。それでそのマソラさんとさっきの幼馴染のイスズさん、どっちがつむちゃんの本命なんですか？それならお名前は。なるほど、だからつむちゃんなんですね。じゃあ私もつむちゃんと。だったら何とお呼びしたらいいでしょうか。つむごさんでいいですか？承知しました。話を聞いてくださるなら私はどこでも構いません。さっきの通り、私は他の人に見えませんし、ご家族とかにも絶対に見つかることはないですから。それならいいんですけど、夕ご飯お店で食べてきたんですよね。
私これからお風呂に入ろうと思ってたところなんですけど、兄さんすぐ入りたいですか？ここがつむぐさんの部屋なんですね。あ、漫画もたくさんあります。すみません。ところでさっきのは妹さんですか？他にご家族は？複雑な事情が終わりなんですね。それでは、つむぐさんが聞きたいことを何でも聞いてください。答えられる範囲ならば何でも答えますので。一生恋人ができませんよ。恋天使というのは、その名の通り恋を司る天使です。つむぐさんはキューピッドのことをご存知でしょうか？それは良かったです。私たち恋天使はキューピッドそのものだと思っていただいて構いません。この世界には私以外にも恋天使がたくさんいて、毎日たくさんの恋人を成立させているんですよ。ラブノートは特殊な道具で、モテる恋天使はごくわずかだけの貴重品なんです。そう
うですよ。私はすごい恋天使なのです。ひどいです。本当にすごいことはすごいのに。実はあるんです。これを見てください。この子はラブピョンです。ラビットとウサギっぽいピョンに恋天使と私のラブを加えてラブピョンです。ここを見てください。胸元にメーターがついてるじゃないですか。これはラブチャームといって、恋人を成立させるたびに数字が上がっていくんです。なんとすでに90まで到達しているんですよ。ちなみに100で満タンになります。名札です、つむぐさん。何があるかは恋天使の秘密なのでお教えできませんけど、私はこのメーターを100にするのが目標なんです。そのために私はこれまでたくさんのカップルを成立させてきました。なので私のことを信じてください。カップルになった方々のプライバシーがあるのでお答えはできません。そんな風に疑いの眼差しを向けないでください。本当に守秘義務があるんですから。つむぐさんだって今回のことを第三者にペラペラと喋られたら嫌ですよね。恋天使は個人情報管理もしっかりしているのです。一流企業並みの信頼度なんですよ。恋天使のことでお話しできるのはこんなところですね。とりあえずはつむぐさんに恋人を作って、このラブチャームを100にすることが私の目標だと思ってください。そうですね、人間の場合は10上がります。つむぐさんのものなのですから、しっかりと説明させていただきますね。なんとラブノートに名前を書けば相手との運命度が分かっちゃうんです。運命度はですね、名前を書いた相手
相手とあなたの恋愛関係の距離を数値化したようなものです。だいたい80を超えれば恋人同士、さらに100になれば晴れて結婚、ラブノート卒業ってわけです。違いますよ。最終的な目的は運命の恋人になることなんですから、運命の花嫁を見つけることとも言えます。しかも同時に運命度を上げるためのヒントも表示されるんです。そのヒント通りに動けば運命度が上がることもあるっていう寸法なわけです。ラブノートを一度使ってみればきっとすぐに利用方法がわかると思うので、うまく使って気になる人との運命度を上げてくださいね。聞いちゃいますか。それはですね、残念ながらできません。あくまで恋天使の仕事はきっかけを与えることですから、運命に干渉しすぎるのは良くないのです。お伝えすることといえば、ラブノートを使えるのは1日1回だけということでしょうか。そしてある意味これが一番重要なのですが、ラブノートには所有期限があるんです。所有期限は90日。その間に誰かの運命度を100にしないと、つむぐさんは性的に死ぬことになります。言うのであれば、おちっちんが立たなくなるということです。やっぱり衝撃的なことなんですね。男の人にとっては大変なことだと聞いています。できません。大丈夫です。一緒に頑張りましょう。私一生懸命協力しますから。私のこと？それは私の3サイズとかそういうことを知りたいということでしょうか。あなたがそこまで知りたいというのであれば教えてあげてもいいというか。あれ、意外と紳士なんですね。奥手なのが彼女なしの原因でしょうか。
それじゃあ他にお話できそうなことといえば、そうだ、私の好物はイチゴです。美味しいイチゴがあればそれだけで私は満足ですので、覚えておいてくださいね。私はつむぐさんの恋のサポートをするだけですよ。ダメですかね。もうご存知の通り、妹さんにも見つかりませんし。それなら私は展開に戻るしかないですね。だってこの部屋たくさん漫画があるじゃないですか。ちょっと昔の少年漫画とかもたくさん。実は私そういうの好きなんです。途中まで読んでいて続きを読んでないのもありますし、この家で暮らせればゆっくりじっくり読めるかなとワクワクしていたんですよ。優しいつむぐさんは、やっぱりダメですか。それでは連絡先だけ交換させてください。この家につむぐさんがいないとき探すの面倒ですから。あとこの部屋の窓の鍵は開けておいてくださると助かるというか。漫画読みたいんですけど。いる時ならいいんですね。現地取りましたよ。ということで早速連絡先を。安心してください、スマホ持ってますから。がっかりするのはまだ早いですよ。これはゴッドフォンというんです。可愛くないですか。思っても一般の人は買うことは不可能ですよ。恋天使に対する支給品ですから。ちなみにですが、上司へのほうれん草もこのゴッドフォンですることになっているんです。
を交換しましょう。もちろん入ってるに決まってるじゃないですか。ライムは恋天使の活動に欠かせないツールですから。いきなりなんてことを聞くんですか。正真正銘、私は女の子ですよ。ちゃんとおっぱいだってありますし、大人の女性なんですよ。私は天界から来た恋の天使なんです。まあ確かに人間そっくりにできているので疑うのも無理はないと思いますけど。そう、天使の成り立ちまでは知りません。でも仮に私が元人間だったとしても、私には恋天使としての記憶しかありませんので確かめようがありません。とにかく今ライムでスタンプ送りましたので確認してみてください。ドラゴンズソウルの5級ですよね。本棚に単行本もありますし、もしかしてお好きなんですか。私も大好きなんです。同じですね。しましたか。それならいいのですけど。どうします、このまま質問タイムを続けますか。他に質問があるのならなのですけど。それなんですけどね。でもいいです、聞かれた限りはお答えしましょう。私があなたを選んだ理由、
それは偶然です。そんなに冷たい目で私のことを見ないでください。誰か恋をしたそうな人いないかなと空を飛んで探していたら、偶然あなたと可愛らしい女性が通りかかりまして、ちょうどお二人は恋の話をしていましたし、付き合ってもいないようでしたし、これはもしかして結びつけるのは簡単なのではと思ってあなたをつけて様子を伺っていたわけです。その途中で手に持っていたラブノートを落としてしまいまして、ノートを拾われちゃったし、あなたでいいかなって。でも、つむぐさんがいい人でよかったです。ちょっと意地悪なところもありますけど、それでも私のことを受け入れて、こうして家まで連れてきてくださいましたし、そんなつむぐさんに私はお礼をしなければいけません。一緒に運命の人を見つけましょう。私、全力で頑張っちゃいますので。キューピッドの矢ならありますよ。きっとつむぐさんのイメージは物語上のキューピッドの矢だと思います。もちろんそのような矢も遠い昔にはありましたけれど、いろいろと問題が起きたこともあって今は使用禁止となってはいるんですよね。運命に干渉しすぎるのは良くないというのも過去の問題を受けての規則なんです。どうやら友達以上恋人未満の猫さん2匹が絡まれてるみたいですね。男の子が立ち向かって女の子を守ろうとしてるみたいですけど、これはちょうどいいかもしれませんね。
きっとあの猫たちはカップルになりかけ。だからこそ愛の救世主、恋天使ラブミエールが矢の力をお見せすることができるかなと。さあ、行きますよ。すみませんすみません、弓を使うのが久しぶりすぎまして。もう一回、ワンモアです。その矢のおかげで、あの猫は勇気を持って他の猫たちを追い払えたというわけなんですよ。所有者の恋愛をサポートする以外でキューピッドの矢を使用するのはご法度なんでした。使い方を教えようとしただけですし、許してくれてもいいのに。こういうところは天使長様、融通が効かないんですよね。私の上司で私を恋天使にしてくれた人なんです。基本的にはとてもいい人で面倒見もいいんですが、悪さをすると厳しくお仕置きしてくるんです。よくではないですよ、時々です。ご理解いただけましたでしょうか。あんな感じでサポートできるというわけです。他に何かご質問は。それなら早速ラブノートを試してもらうことにしましょうか。まずは気になる人の名前を最初のページに書いてみてください。それではどうぞ。とりあえずですから誰の名前でもいいんですよ。すでに説明した通り、1日1回の制限があるとはいえ、所有期間中は何度だって使えるものなんです。気負う必要はありません。
おお、イヌイ・イスズさん、先ほどお会いした幼なじみさんですね。いい感じの雰囲気でしたし、こう来るんじゃないかと思っていました。その通りです。マソラさんには申し訳ないですが、早速イスズさんとの運命度を確認してみましょう。乾イスズ、運命度60。せっかくの機会、メッセージを送ってみたら？お、運命度が60もあるじゃないですか。初めてのチェックでこれはすごいですよ。すぐに恋人同士間違いなしと言えるくらいの数値です。幼馴染、恐るべしですね。そうですね、アドバイスのようなものです。やってみるかどうかはあなた次第。送ってみますか。珍しく LINE も送ってくるんだもの。だってさっきつむちゃんの様子が少し変だったから。しかも珍しく LINE まで送ってきたから、何か相談事があるのかなって。電話で言いづらいならつむちゃん家まで行こっか。久しぶりだったから何かと思っちゃった。ううん、そんなことないよ。私の方こそいきなり電話しちゃったし。なんだかつむちゃんにお礼言われるとくすぐったいな。なんだか久しぶりだよね、つむちゃんと電話で話すな。つむちゃん大丈夫かなって思ったから連絡したのに、私の方が元気をもらっちゃったみたい。ありがとう、つむちゃん。そうだね。
だよね。それじゃあ、今日はそろそろ切るね。つむちゃん、おやすみ。いやー、いいですねー。漏れ聞こえてくる会話の甘酸っぱさ、100点満点です。めちゃくちゃ恋人同士みたいでしたよ。ラブノートの指示通りにしたらいいことあったでしょ。ラブノートの凄さお分かりいただけましたか。それにほらこれ見てください。乾いすず、運命度62。久しぶりの電話に満足。つまりは運命度上げ大成功ってことです。なんと2も上がってますよ。それではこれにてテストは終了ということで、どうですか、恋天使の力感じていただけたでしょうか。では今日はこんなところにしましょうか。本当は漫画を読ませていただきたいところですけど、展開に戻る準備をしないといけないですね。この天使の輪っか、着脱式なんです。これを使って展開に戻るんですよ。こうやって輪っかを広げて、中をすり抜けて、でしょうか、うまく、これで、うまくいきます。どうしましょう、これでは展開に帰れそうにはありません。確かにつむぐさんに聞くことじゃないですよね。天使長様に相談してみます。どうやら先ほどのイカズチのせいで天使の輪っかが壊れてしまったようです。
士の輪っかは自動修復するので、それまでは地上にいるということでした。でもって、ちょうどラブノートの所有者が見つかったところですし、そこに…な、どうしてですか？もちろん妹さんにはバレないようにしますので、私にはそれができますから。つむぐさんは私に寒空の下で一夜を過ごせと言うんですね。ダンボールハウスはとても寒いのに。じー、わかりました。それでは二度と私はつむぐさんの前には現れないことにします。登録されたばかりのライムを即ブロックです。女の子を大切にしない人に恋をする資格はありません。おちっちんも立たなくなっちゃってください。どうですか、今晩泊めていただけますか。
どうしたんですか？もしかしてお父さんが帰ってきたなんてことはないですよね？そうですよね。どうしてお布団を？こんな時間にお友達が泊まりに来るなんてことはありえませんよね。え？特にないですけど。変な兄さん。
確かにそうかも。お布団を運ぶの手伝った方がいいですか？眠ります。兄さん、おやすみなさい。
さっき悲鳴が聞こえましたけど。兄さん、何をしてるんですか？それも占いなんですか？変な兄さん。それより兄さん、もうすぐご飯できるので、リビングまで降りてきてください。久しぶりにぐっすり寝てしまい、幸せな夢を見ていたようでござるな。本当にかたじけないでござる。私が腹ペコで倒れたら、あなたは一生おちっちんが。つむぐさん、何を大きくしてるんですか。
いてくるの遅いので先に食べてしまいました。私着替えてきますね。お泊まりするのって初めてだったんだ。
です。だからなんだか珍しくてお家の中を一通り見てきました。お風呂広くていいですね。ピカピカでお掃除も行き届いててとっても気持ちよさそうです。はい、お気をつけて。お留守番は私に任せてください。と言いつつ実は、その時少しだけでいいですから漫画読ませてくれますか。わかりました。約束ですよ、つむぐさん。それでは行ってきます。つむぐさんは学園に向かいましたね。しかし困りました。玄関やつむぐさんの部屋の窓はもちろん、うたさんの部屋の窓までしっかりと閉じられています。透明化だけじゃなくて漫画みたいに壁のすり抜け能力もあればいいのに。天使の力でいつでもどこでも侵入可能みたいな。それどころかそれを4兆にしてみせます。なのでこれからつむぐさんを近くで観察させていただくとしましょう。恋天使として情報収集は大切なことですし、私も学園生活には興味がありますし。ま、天使長様、恋天使としての責務を果たす上で一つお願いがあるんですけど。おはよう、つむぐ。今日はギリギリだね。もしかして夜にやってたかりんちゃんの生配信見てたとか？その反応だと見逃したんだ。しまいました。でもその理由は皆さんにとっては朗報かもしれません。なんとこのクラスに新しい仲間が増えることになりました。とても可愛い女の子がこのクラスに転校してくることになったんです。
それでは、恋にエイルさん、どうぞ。日本人のお父さんとリーベル王国という国のお母さんの間で生まれて、少し前までリーベル王国で暮らしていたそうです。幼い頃は日本で暮らしていたということで、日本語も堪能です。皆さん、恋美さんと仲良くしてあげてくださいね。はじめまして、恋美エイルです。ものですが、皆さんよろしくお願いします。それでは小泉さん、とりあえず空いている右奥の席に座ってください。まだ新学期が始まったばかりとはいえ、勉強を含めてわからないことがあったら、周りのクラスメートに聞いてくださいね。はい、ありがとうございます。それでは早速、授業を始めましょうか。日本語上手だね。ありがとうございます。漫画が好きなもので。すごく珍しい名前だよね。せっかくだし、エイルちゃんって呼んでもいい？さっきからずっと小泉さんの方を見てるよね。気になるなら話しかけてみれば。
ムちゃん、小泉さんに何か聞きたいことがあるなら私が聞いてこようか。良さそうじゃん。そうだぞ、一体どういうことなんだ。マゾラちゃんやイスズちゃんたちだけじゃなくてエイルちゃんまでとか、お前早速呼び捨て。キムちゃん、いつの間にそんなに仲良くなったの？そうです、私とつむぐさんは無関係ですよ。わざわざそういうのが余計怪しいな。確かに。でもさ、よくよく考えたらうちのクラスすごいよね。結構な美少女揃いっていうか。あれあれ、今度は西条さんに見とれてるの？つむちゃん、変わった？だって、つむちゃんが女の子に興味を示すことなんて今までなかったもん。それってもしかして僕が気になる人はいないのか聞いたせいだったりする？二人でそんな話してるんだ。まあね。なんかずるい。じゃあいすずちゃんも恋バナする？いすずちゃんが気になってる人とか好きな人とか、つむぐも気になるよね。
もしかして昨夜連絡くれたのって。ううん、なんでもない。席戻らなきゃ。そうだね、またお話しようね、つむちゃん。つむぐ、お昼にしよう。どこで食べる？うたちゃんの手作り弁当だよね。すごいな、兄弟愛だね。つむぐ、そうなの？残念。もしかして呼び出しですか？まさか告白とか？高校生ともう連絡先を交換してるって。先輩、隅に置けないですね。あ、兄さん。佐久間先輩の恋愛事情ですか。くるる、気になります。
なくても大丈夫ですよ。透明化してますから。はい、漫画の定番屋上で待ち合わせに憧れて場所を指定したはいいものの、たどり着くまでにいろいろな方に話しかけられてしまって、こうなったら最短ルートでと空を飛んできました。もちろん近くでつむぐさんを見守るためですよ。その方が情報収集もしやすいですし、恋天使としていいアドバイスもしやすそうですから。何ですかその人を疑うような視線は。天使長様に私がおそばにいれば絶対役に立つと熱弁した結果、ここに通うことを認めてもらえたんです。つまり私は天使長様にも恋のサポーターとしての実力を認めてもらっているんです。天使長様はとてもお優しい人なんですよ。だからこうして一度はこの花学園の制服を着てみたいという私の夢も叶えてくださいました。わっ、なんですか、怖い顔をして近づいてこられても。つむぐさん、痛いです。グリグリしないでください。もちろんです。ですがつむぐさんの家から通っているってことにはなっていないので、ご心配なく。またグリグリしないでくださいって。まあまあ、そのうちなんとかなりますよ。それよりお弁当を分けてください。お腹が空いちゃいました。そのままの意味ですよ。クラスの皆さんが学食に誘ってくださったので、ご一緒しようと思っていたのですが、お昼ご飯代を持っていないことに気づきまして。愛妻弁当ならぬ曖昧弁当のご相伴に預かろうかと。
そろそろ行こっか、つむぐ。あ、先生。あら、こんにちは。二人とも帰るところ？今教室に小泉さんいるかしら。早速友達ができたみたいですよ。クラスの女の子たちが学園の周りを案内するそうです。それならよかったわ。この時期に急な転校でしょ。今は私も手続きなんかで手一杯だから心配していたの。何言ってるの、つむぐ。確かに小泉さん日本語うまいし漫画の話も詳しいみたいだけど。それが私にもよくわからないの。今朝ホームルームが始まる前に校長先生に呼ばれて小泉さんを紹介されたのよ。今日から私のクラスへ転校してくるって。制服も教科書も一式揃っていたから前々から決まっていたのだとは思うけれど。でも小泉さんが早速クラスに馴染めているならよかったわ。新学期も始まったばかりだし、私も担任として頑張るから楽しい一年にしましょうね。先生、クラスの様子を見に来ただけ？もしかして小泉さんに用事があったとか？ああ、そうそう。部活動の一覧とか、朝間に合わなかったプリントを渡そうと思っていたの。でも、明日にするわ。二人とも引き止めてしまってごめんなさい。それじゃあまた明日ね、先生。え？また明日？気をつけて帰るのよ。つむぐ、なんかデレデレしてる。隠さなくてもいいんだよ。峰越先生、かわいいもんね。もう素直じゃないんだから。中にぼーっとしてたよ。もしかして小泉さんのことを考えてたり？おうほう、その気になる小泉さんとは？今日うちにやってきた転入生ですよ。とっても可愛い女の子なんです。ほほう、それはいい。ぜひ会ってみたいものだな。これスカウトするつもりだ。
もしされちゃったらどうする、つむぐ。気になる人と一緒に働けるんだよ、嬉しくない？してたらお店の美味しいご飯をどうしても食べたくなってしまったので。そうだ、つむぐさんがアルバイトしているお店に行こうとなったわけです。ですからつむぐさんのバイト先で食べればつむぐさんがおごってくれるかなって。ですか先輩、お知り合いですか？お、小泉さんだ。どうしたの、こんなところで。確かマソラさんですよね。あれ、ちゃんと挨拶してなかったのに僕のこと知ってくれてるんだ。あ、教室で目立ってますし、その可愛いなって思ってクラスの子に名前を聞いたというか。可愛い？そう？それほどでもあるかな。ねえねえ、聞いてた？僕可愛いって。小泉さん、僕のこと名前で呼んでくれてるし、僕もエイルちゃんって呼んでもいい？もちろんです。おい、お前ら、入り口前で何をしているんだ？おや？ほほう。つむぐさん、この方は。よし、スタイルよし、なんとなくだが性格も良さそうで、よし。君、うちで働かないか。
ちゃんノリいいね。店長チェックをクリアしたということはホール要員ですね。なんでですかつむぐさん。私は一度アルバイトというものをしてみたいと思ってたんです。どうして邪魔をする？さっきマソラと話していただろ。気になっている子と一緒に働けたら嬉しいとな。もしかしてさっきまでのは照れ隠しですか？素直じゃないですね。ともかくエイルちゃん、気が向いたらここに連絡をくれ。もしくはつむぐやマソラたちにやりたいと伝えてくれるだけでもいい。ありがとうございます。って言ってくれた子、いじめないでよね。マソラさんお願いします。私つむぐさんのお金でイチゴパフェが食べたいんです。よし、僕に任せて。相手が転校生だというのに随分と仲が良さそうだったな。いや、マソラならともかく、お前がいきなり他人と仲良くなるなんて珍しいじゃん。もしかしてあれか、好みのタイプってやつか。
れです。クルルも気になります。引っ越してきた日に出会って案内したって、運命的ですね。まるで何かのラブストーリーみたいです。ごちそうさまでした。それでは私はそろそろ帰りますね。つむぐさんのバイトが終わるまで待っていましょうか。おや、エイルちゃん、帰るのか。はい、ごちそうさまでした。いちごパフェ、とっても美味しかったです。満足してもらえたなら何よりだ。この町にやってきたお祝いということで、私のおごりにしておこう。いいんですか？その代わり、バイトのことは考えておいてくれ。もちろんです。照れ隠しはよせよ。本当は期待してるんだろう。もったいない。それではごちそうさまでした。いやー、かわいい子だったな。本当にバイトをしてくれたらいいのだが。妹さんの部屋の窓が開いていたので中に入らせてもらいました。漫画を読んで待っていますね。バイト、頑張ってください。あ、おかえりなさい、つむぐさん。うたさんが部屋の窓を開けてくださっていたのは本当に幸いでした。おかげでこうしてくつろぎながらゆっくりと漫画が読めましたし、一応ライムで連絡したじゃないですか。それにしてもいいバイト先でしたね。店長さんもとても気さくな人でしたし。ダメですか？喫茶店とかファミレスでバイトをするのも私の夢の一つだったんですよ。あのお店の制服も可愛いですし、やりたいなって思ってしまいました。おお、つむぐさん、やる気満々ですね。そういうことですか。素直なところではマソラさんと仲がいいなと思いました。つむぐさんにはいろいろ思うところがあるようですけど、いつも一緒にいるわけですし、
私から見れば運命の人はマソラさんでいいんじゃないかと思うくらいです。ん？何がですか？申し訳ありません。私の早とちりで。それじゃあ、今日は誰の名前を書くんです？琴姫って担任の先生ですか？いえいえ、そんなことはないですよ。教師と生徒の禁断の恋ってシチュエーションの漫画はいっぱいありますし、ただ恋愛初心者にはかなりハードル高くないですか？それはそれで軽い気持ちで茨の道に足を踏み入れてる感がありますけど。それもそうですね。見てみましょうか。峰越琴姫、運命度15。あなたのことをいい生徒だと思っています。まずはそれ以外の関係性を構築してみよう。高くはないですね。先生と生徒以外の関係性ですか。普通に学園生活をしている間は難しそうですね。戻ったらもう暗かったですし、ここには漫画がたくさんありますし、こっちの方に家があるってできたばかりのクラスの友達にも言ってしまったわけですし、もうつむぐさんの家でもいいかなと。落ち着いてください、つむぐさん。あまり大きな声を出したら可愛い妹さんに聞こえて変に思われてしまいますよ。
きっと数日で治るはずです。天使長様もそう言ってました。どうしたんですか兄さん。風呂が開いたので報告に来ただけです。というか兄さん、ベッドに漫画散らかしすぎじゃないですか。そんなこと言ってめんどくさくなって今日も床で眠るとか。兄さんってば。早く片付けてお風呂入ってくださいね。私は朝早いのでもう寝ますから。おやすみなさい兄さん。いきなりの妹さんの襲来びっくりしましたね。それはそうと、つむぐさん、今お風呂とか言ってましたよね。私お風呂入りたいです。確かにそれはそうなんですが、昨夜は漫画と睡魔の誘惑に負けてしまったというか、私だって乙女なんですよ。シャワー浴びたいです。湯船に浸かって気持ちよくなりたいです。そしたらぐっすり眠れると思うんです。はい、つむぐさんのベッドで。何か困ったことでも？パジャマですけど。
りゃこっちで生活していく以上ある程度衣服は揃えておかないといけませんから。マジです。例えばこういうのとかも。普段着用に買った服です。かわいいでしょう。失敗すると怖いんで普段はやりませんけどね。よほどの場合じゃない限りはいつも普通に着替えてます。ミスると裸になっちゃうんですよね。前もそれで失敗したことがありまして。スルーされるのが一番つらいです。これ読んだらもう寝ますから。私も久々に一日動き回りましたし、結構疲れてはいるんですよね。だからつむぐさんの提案を受け入れて、今日は眠るとしましょう。また明日、続きを読めばいいですし。おやすみなさい。俺のキューピッドがポンコツすぎて怖ーい。